大西洋皇岐バズは、藍津藩主松平家に伝来した、初期王風画の八曲一層の屏風、重要文化財。現在の定説では、1610年前後の数年の間に、有力大名への贈答品とするため、イエズス会の指導のもと、そのセミナリオで学んだ、優れた、日本人名エ氏によって制作されたとされる。キリスト教の王と異教の王が対峙する主題と、 短縮法や陰影法の表現などは西洋風だが背景の金箔、墨絵による数、彩色の岩絵の具などは日本画という和洋折衷の作品で高い完成度を持つ。原図はアムステルダムで1606年から1607年に観光された世界地図をもとに1609年に海賊版として観光された大型世界地図に 描かれた周囲の装飾画と推定されている。17世紀初頭、世界地図の上部を飾る図像を日本で拡大し、装飾性を持つ他に例を見ない騎馬図を完成させた。本作品は藍津若松城に伝来し、元は城の襖絵だったと伝えられる。しかし、戊辰戦争の頃には、病武装になっており、落城の際に、 屏風から切り剥がされて二つに分かれた。片方は、前原一世の手に渡り、南蛮美術のコレクターであった、池永武氏を経て、神戸市立博物館の所蔵になった。もう片方は、藍津藩松平家が所持し続けたが、戦後個人コレクターを経て、サントリー美術館へ入った。大西侯キーバズ、歴史研究505号。 体制を後期バズの猛攻は誰か町井譲るによると、シビルハン最後の口無反に否定している。ありがとうございます。